小森雲の画像、焦点は一部にしか合っていない F11 の写真レンズで撮影した画像8枚を合成した画像。ほぼ全面にピントが合っている。焦点合成、または多焦点合成とは、複数の画像をデジタル画像処理によって合成し、技似的に深い被写界深度を得る技術のこと。深度合成とも呼ぶ。 縁の明るいレンズを使用して高速シャッターを切る必要がある場合や、極めて小さくかつ激しい凹凸のある被写体を撮影する場合、得られる画像は一部にしかピントが合わず、全体の様子を把握することが難しい。焦点を複数の位置に合わせて撮影した画像を並べて表示すれば、全体の様子を把握できるが、これは手間がかかり、比較も面倒である。 被写体全体にピントが合っている画像を得るためには F 値を上げて被写界振動を深く取れば良いが、こうすると同じ ISO 感度で撮影した場合、撮影シャッター速度は下げざるを得ない。シャッター速度が遅くなれば当然ブレにシビアになり、解像力低下の一因につながることもある。またレンズによって最大解像力 F 値のピークは違うが、 どのセンサーサイズでも 35mm フルサイズ換算で F16 相当の被写界振動を超えると一般的に腰掘りボケの影響で解像度も悪くなる傾向にあるこの合矛盾する問題を解決するのが焦点合成である焦点合成の作成は一般に次のように行う複数の位置にピントを合わせた画像を用意する焦点振動合成ソフトウェアが コントラスト等をもとに、各々の画像から焦点が合っている部分を抽出する。焦点深度合成ソフトウェアが、各々の画像から焦点が合っている部分を合成する。複数の位置に焦点が合っているかのように見える画像が得られる。工業用測定器には、これを行うソフトウェアを、ハードウェアレベルで実装した組み込み機器もあり、そうしたものでは、焦点道を被写体を。 はじめ積したステージの上下動をエンコーダを利用して算出し焦点が合っている部分を検出合成を行うものが一般的である焦点合成ソフトウェアの中には三次元画像の構築を行えるものも存在しこのようなものでは焦点合成を行った像を任意の地点から聴観するように観察したり高度分布の塗り分けを行うこともできるこれらは 微小標本のデジタルアーカイブ化や小型機械部品の観察、品質管理、評価に用いられる。オリンパスは一眼カメラとしては初めてこの機能をカメラ本体に取り入れた。2017年にはパナソニックがルミックス DC GH526 系フォトでフォーカス合成。2018年には富士フィルムの風情フィルム XA5 が4。 軽画像を15枚連写しそれを合成するなど、同様の機能が使えるカメラも増えてきた。ありがとうございます。